はい始まりました企業明細チャンネルです毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回はコンビニのパート勤務年数1年目29歳の方の企業明細書をいただきました仕事内容はコンビニエンスストアでの販売まあ多分皆さん分かるようにコンビニの店員さんって感じだと思いますで仕事に必要な資格やスキルは特になし月の勤務時間が 実際はないんですけど、まあ、20日出勤の残業なし収入が月収10万仕事に対する不満が人の入れ替わりが多い、えー、仕事に対するやりがいがお客様から直接感謝の声が聞ける範囲内ではあれだ好きなように売り場を管理でき発注などができるで給与明細です、えー、総労働時間が118時間で のの場合の給料明細です見方がよくわかんないんですけどあそういうことか時間帯1が38分の出勤で545円で時間帯2の出勤が117時間で9 5418円となっていますで下の括弧が多分出勤あ時間帯の時給になっていますね で、総支給が。9万5963円で控除が787円引かれて最終的な手取りが9万5176円となっています。なんで118時間働いて総支給9万5000円なので。まあ、時給もここにあるように大体790円から860円で時間帯によって時給が違う感じだと思います。 まああれですね時給900円とか1,000円とかないんでいっぱい働いてもそんな稼げる仕事じゃないのかなと思いましたでも最近その分コンビニもサービスが増えて激務なのでまあ、なかなか大変な仕事だなと思います今回はこれで終わります